はい、マルコさんです。僕の上着を着て昼寝しているマルコさんです。そして僕の上着はマルコさんの毛だらけです。はい、マルコさんはねこんな感じで昼寝してるんですけど、マルコさんは関係ないんですけど、手術から、肘の手術から2週間が経過しました。はい、どんな感じかといえば、まだ全然痛いですね。全然というか、手術した日よりは当たり前ですけどね、もちろん痛みは取れてるんですけど、まだ重いもの持っちゃいけないですし、持っちゃいけないというか持てないですね。持てないし、まあまあ重いぐらいのも全然持てないです。基本的にこの、手術した方の手はまだ全然使ってないです。本当に、文字書いたりとか、そういうこと、箸持ったりとかね、そういうこと、マルコさんを撫でたりとか、そんな時しか使ってないです。はい。まあ、しばらく使っちゃいけないってことなんですけどね、こんな感じでしか使ってないです。はい。力もね、入らないですしね。はい。なのでね、やっとね、10日経って、手術から10日経って、この腕を使わない運動をしてもいいことになりました。けどやっぱね、片手使わないでって結構ね、難しいですね。はい。なので、本格的な運動はできてないですね。なので、体がどんどんなまってきましたし、体がどんどん緩んで、油断した、ポニョポニョした体になってきましたよ。恐ろしい話です。やっぱり、中年になると衰えは早いですね。筋肉の衰えは早いですね。ね、マルコ。それとは逆にね、こんな、衰えて緩んだ体になってきてる僕とは逆に、マルコさんね、すげえ筋肉質になってきたんですよ。マル、ちょっと体見してね。わかります？この辺、マルさんね、ゴツゴツしたね、ちょっとわかんないですよね。岩みたいなね、ロシア人格闘家みたいな体になってきたんですよ。マル、お前女の子なのにめっちゃ筋肉質になってきたな。マルコさんマッチョになってきたんですよ。ちょっと今寝てるんであんまわかんないかもしれないですけどね。マルさんこの辺ね、すごい、筋肉ついてきたんですよ。というのはね、僕もやることがなかったんでね、マルコさんをね、やたらね、ドッグランに連れてったんですよ。そしてマールさんね、もうすごい距離を、絶対散歩じゃ走れない距離を疾走してたんですよね。すごい走ってたよね、マールね。そしてマールさんね、この辺か筋肉質になったね、マールね。マール、女の子の筋肉質は持てないぞ、マルコ。マールね、すごい筋肉質になって、どうでもいい話ですね。はい、丸ごめんな、寒かったな。はい、丸ごめんな、寒かったね。はい、わかった。はい、いい子だな。いい子だよ、丸。丸子の毛がついた、この俺の上着。はい、わかった。舐めたいか、丸。丸さんは本当に匂い敏感なんですよ。今、僕がポテトチップ食べた手を舐めてるんですよ。もちろん洗ったんですけど、丸さん匂いに敏感なんでね、石鹸で洗ったんですけど、マルさんポテチに弱いんですね。はい。コンソメパンチやね。コンソメ味、マルさん好きなんだな。俺も好きだから食ったんだけどさ。はい。そんな感じで、引き続き、まだ肘が治ってないんで、肘は使えませんっていう、それだけなんですけどね。はい。自分の記録のためにちょっと残してます。はい。やっぱね、スパーリングとかやりたいんですけど、柔術、BJJ のスパーリングとかやっぱやりたいんですけどね、キックボクシングのスパーリングも軽いマススパーとかやりたいんですけどね、やっぱね、キックで腕に受けたりするとね、まずいんだよね。あと柔術もね、片手でも、ちょっとね、もうちょっとしたらやりたいんですけど、こっちの腕、ね、手術した腕使わないでやりたいんですけど、まだちょっとっていうか、まあ、まだまだかな。ここで無理してやって、ね、全く手術やった意味がなくなっちゃうんでね、ここは我慢に我慢を重ねて、本当に丸さんもあくびして耳がとんがるぐらい我慢というかね、石橋を叩いて、もうちょっとね時間かけて治そうと思います。本当に痛みがなくなってからじゃないとね、やっぱハードなことやると本当手術した意味が全くないんでね、いろんな人にねちょっと迷惑かけたんでね、手術したことでね。にしてもね、マルコさんね、マルコうい、マルさんほんと筋肉痛になったんだよな。でね、マルさんね、そのドッグラン行った日はね、馬肉、馬の肉をあげてたんですよ。なのでタンパク質補給もバッチリだったんで、人間と一緒ですよね。筋肉を破壊して良質なタンパク質を入れればね、体は成長するってことで、分かりますかね、マルさん。ほんとこの辺ね、この辺筋肉質なマル、お前ほんとマッチョになったな。マル気持ち悪いぞ、マルマルコ、マル、わかります？わかんないかな、これ写真じゃねえ、このカメラじゃちょっと伝わらないかな。マル、筋肉マルさん、マルマルね、体重も増えたんですよね。筋肉重いんでね、分かったらね、筋肉増えた分体重も重くなって、マルさんはどんどん鍛えられてますよ。でも俺はどんどん衰えてきてますよ。マル、お前すごいな、どんどん筋肉質になってくな。俺どんどん脂肪率が上がってんのに、体脂肪率が上がってる俺と、筋肉ね、体脂肪率が下がって筋肉量が増えてるマルさんでした。はい、マル、じゃあ終わるよ。はい、マル、なめんのもやめて、はい、みんなに顔向けて挨拶して。はい、マルコ、お手レイ。